こんにちは、山本道場の山本誠司です。はい、こんにちは、プロキャディーの梅原敦史です。さあ、梅原さんまた来てもらいました。お久しぶりです。もう寒なりましたね。寒、一気に、はい、一気に寒い。一気に。でもゴルフではだいぶいいでしょ、そのトーナメントとか。ね、ちょうどいいんですかね、今が。ちょっとね、うん、お聞きしたいんですけど、うん、この、はい、プロキャディーで、こうバッグを担いでて、はい、例えば暑い時って、はい、先週の飲み物とか、その、うん、そういう荷物って多くなります？めちゃくちゃ多くなります。多くなる。真夏は僕の記憶じゃね、一番多いのは、まあ、今年で言うと500ミリリットルのペットボトルが6本入ってました。うん、まあ、入ってましたって僕が入れてるんですけどね。あ、なるほどなるほど。そうなんです。選手が入れろっていうのはないです。あ、なるほど。自分が、やっぱ飲み物切れたら選手もこっちも終わりでしょ。なるほどね。選手の分も、用意していく感じ。3本です。6本の時は自分の分3本。はあ、うん、もう真夏は一瞬で1本なんか飲んじゃうから。なるほどね、うん、ほんなら今ぐらいの季節になってきたらもうだいぶ本数は減ります。減りますね。減るし、僕はもうなんかちょっとスポーツドリンクとかは重いから、はあ、コーヒーとかします。缶コーヒー。なるほどなるほど、うんうん、なるほど。まあ、ちょっとこういった感じで実際そのツアーではまあどういうそのことがあるかとかいうのをおいおい聞いていきたいと思うんですが、はいはい、今日はちょっとツアーの間に来てもらいましたけども、はいはい、まあいろんな聞いたことありますけども、まずはじゃあ、梅原さんのゴルフ、はい、これをちょっと、ちょっとまあせっかくなんで、はい、ね、いやちょっとこういうことができるようになりたいということで来てもらったんで、はい、見たいと思うんですけども、はい、いや練習してないんですよ、できてないんですよと言ってますもんね。全くまだ前回教えてもらってから一回も握ってないですね、クラブ。梅原さんは練習したい派ですか、それとも、まあ、できるだけ練習せんとでもできるようになりたいか、どっち派ですか。もともとはそんな練習したいじゃなかったんですけど、うん、このやっぱ山本さんのところに、はい、来させていただくようになってからはやっぱ したいですね。打ってみたい。でもまあシーズン中はやっぱできないですけど。できないですよね。だからそういう意味でももうすぐもうあと数試合でシーズンオフなんで、はい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 、オフになったら練習したいなと思ってます。なるほどね。はあはあ、じゃあ今日はですね、まあ、あれから練習できてないんですよっていうことで、はい、まあ実は私はめっちゃ練習しない派なんです。あ、そうなんですか。いや、もうね、ほとんど打ってないですね。そのゴルフ始めてからってことですか。いや、まあ、もともと何しても僕練習があんまり好きじゃないんですけど、まあ、ダメなことなんですけど、はい、まあ、こうやって子供らをずっと見てる間は、うん、はい、打たないですね。打たないけどもこうやって普通にやって打って打ちますけどね。でも多少なりともこうすごい打った時期っていうのはあるんですか。ありますね。あ、それはあるんですか。ありますあります、うん、でもほとんどミスショットでしたけどね。あ、その時は。でも皆さんここで聞いてもらいたいの、その、はい、ミスショットが実は、ミスだったから、はい、もうこれはいけない、なんてもったいないことしたんだって言って、うん、ゴミ箱にしてるんじゃなくて、はい、もう何万発も打ったミスがやっぱり一番プラスだったんです。みんなミス捨てるでしょ。捨てます。すぐ捨てます、だってミスでこれはダメだっていうふうに分かったら、はい、それはしちゃいけないってことが分かるでしょ。そしたらそれ以外で考えられるじゃないですか、はい、例えば、僕らなんかでもボディーターンって言って今日もちょっとやりますけども、左肩グッと回して下半身でグッと切り返して、ね、これは絶対あかんって分かったんで、どんなに自分が迷ってもそこにはいかない。どんな意見を言われても、どんな証拠を提出されても、うん、いやそれは僕はやりません、うん、違うと思ってるんで、はい、いろんな理由がそのあるんで、うん、まあ、他の人がいろんな人が、やるって言ってても正しいって言っててもそれはそれ別に否定する気はないです、うん、でも僕が勧めるかって言ったらそれは違うと思いますっていう、うん、意見と理論があるので、うん、はい、っていうことは僕にとって、そこで得た経験や練習っていうのはもうプラスですよね。そうですね。うん、ほぼ半分やらなくていいわけですから。はいはいはい。はい、
もうテスト範囲が決まっているのか、効率いいですね。そうですそうです、うん、だから皆さんも、あ、もうこれはもうせえへんっていう、こういういろんな経験のもとにもうこれはもう自分はやらないんだということが分かったら、それだけでプラスですよ。いやだからね、全然そのね、あのあれはないんですよね、無駄はないです。僕も無駄ばっかりしてきましたよ。大無駄というか、これから行きますから、あ、それがね、そう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 、そうか、無駄と思ってるからダメなんですね。なんて遠回りしたんだって言うんですけども、思われるかも分かりませんが、そんなことないですよね。生かしていくんですね。そうですそうです、もうそれはもうしなくていいわけですからね。なるほど、はい、ということで、いや でもね実はね、2ヶ月3ヶ月いや、いろんな事情で、いやもう私も練習行きたいけど、前の動画見てから行けなかったっていう人も多分いると思う、はいはいはい、そういう方たちのためには、まあ、今回また神回になるかも分かりませんから。ああ、そうですね、はい、そうですね、はい、じゃあ、早速やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに梅原さんってこうパッとこう、あの、じゃあお願いしますって言ってこうチェックする、やっぱチェックされる未来で緊張します？はい、レッスンでしますします。でもまあ初回と比べたら、うん、だいぶボールに集中できるようにはなってきましたけど、初回はもう何やってるか分かんないですね。僕もボクシングのジム行って、はい、こう会長にこう習うとき緊張しますもんね。そうですか。もう家帰ってからの方がこうだって言いますけど、あ、はいはいはい、もっとこうしてあしてって言われた時は、もうやらなきゃやらなきゃってめっちゃ緊張します。あ、その時はね、はい、あ、なんか分かる気がします、はいはい、なんか後でじゃあ山本さんまた次回お願いしますって言った後に、うん、ちょっと気づくことは多いですね。そうなんですよ、うん、はい、もっとあれを聞けばよかったとか、ああすればよかった。だから逆にこの YouTube でこうやって動画でね、はい、実際にこう直接見てもらうわけじゃないけれども、こうやって人がレッスン受けての覗き見するっていうのは僕は、ね、結構いいと思うんですよ。あ、自分もこの前回から今回までの間、この間の山本さんに、うん、あの教えていただいた動画をずっと見てたんですよ、うん、はいはいはい、うんうん、だからまあ気づいたことも多いし、でもまた多分今回それ聞けないまま終わっちゃうんですよ。ちょっとしばらくちょっと打ってないので、はい、まあ、どんな球になるか、はい、ました。ここはもういい球を打とうとしなくていいですよ、はい、全然。この前回のあの、このちょっとインサイドから、はいはいはい、生まれて初めて、はいはいはい、どうしてこれたの、感動で、ね、またこれでもさっきの話じゃないけど、山本さんに緊張して忘れるんですよね、どうやればいいかを。まあなんとかしますから、はい、いや一発目にしてはいいでしょ。いやでもね、なんかあの前回のちょっとこう遅れて当たるみたいなのがちょっとやっぱなくなってますね、うんうんうん、また自分でこう、わかるんですよ、なんかこう、ここで合わせたらダメでしょ。まあね、そのそうなんですよ、打つボールを打つために、うん、その何か力を加えるっていうのはほんまない方がいいんですよ、ね、ない方がいいですね、うん、やっぱなんかこう久々と今分かったんですけど、絶対こう合わせますね。もうそれがいらないんです。いらないですね、それがいらないんです、うん、そっか、今日分かりました、はい、もう今度は、まあ、多分ね、アウトから来ることないですわ、もうね、もうないですか、今のから見たら。今のも大丈夫ですか。いや全然大丈夫です。アウトから来ることはないんで、はい、ちょっとほんまにこのもうゴルファーの憧れの、うん、このハンドファーストで当たるとか、はいはいはい、ね、はい、こう溜めてとか、はい、ボディーターンとか、はい、これをちょっとやってみましょうか。わかりました、はい、はい、行きましょう行きましょう。これ普通に打って、あ、もうどんどん打ってください。でもあのちょっと遅らすのは意識した方がいいですか。全然もう遅らしてもけえへんかったわ、ぐらいでいいです。いつきちゃんのイメージとかすごいですよね、うん、なんかもうそれもやってますね、はい、とにかく こ,、うん、ここでボール当たるべきっていうことをずらすんです、意識を。これね、山本さん、あの、うん、そういえば今思い出したんですけど、うん、ちょこう教えてもらったでしょ、ちょっとこう空振りするぐらいにこういくって、うん、はいはいはい、これを自分の知り合いの方が見てたんですね、うん、あの動画、はあ、であれはいいって言って練習場行ったらしいんですけど、はあはあ、しばらくシャンクが出るって、はい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 、僕もなんかシャンク出るかなっていうのがあるんですよ、はあはあ、こうまあ
実際こうじゃないんですけど、こう行こうとしたら、はあはあ、うわもうこのネックに当たるってなるんですけど、はい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 、これはそういうイメージになってもおかしくないですか？ね、これはまず、質問の答えから言うと、はい、シャンクにはならないんです。もう絶対にならないです。ならないんです。それがちゃんとできればね、できればできれば、はいはいはい、ところが、あのやり方とか勘違いになるとシャンクします、はい、もう逆に言うとめっちゃシャンクします。シャンクしか出ない。もうこれじゃあ結構紙一重ですか？そういうわけでもないですか？紙一重というか、このこういう動きをどう捉えてるかですよね。このこういうボディーターンっていうものをどういうふうに捉えてるか、例えばじゃあ僕早速ですけど言ってみましょう、はいはいはい、もう皆さん1球しか打ってないの。いやいや、はい、例えば、よく俗に言うボディーターン、こう来て、ね、トップから下半身からこう切り返して、はい、でこう、はいはいはい、絶対シャンクします、はい、もうシャンクしかないです、はいはいはい、これはいきますよ、まあうん、こう構えてトップからでここでグッと角度保っといて、はい、この左サイドから切り返して、もうこれ手前で飛ぶんですよ。はいはいはい、ね、要はここに手が構えてるものがトップで上げて、うん、要はここに下ろしたいわけでしょ、はい、これ下半身が切り返したらもうここ行きますよ。あ、もう前出てるんですね、うん、はい、じゃあなんで下半身から切り返すんだ。じゃあ下半身から切り返しながら手は体の近くと無理です。無理なんですか？できません。あ、できないです。できないです。そっか、無理なんですね。無理なんです。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。おっ。